これね、これ下これ土なの。それでね、これはね意識してこうやって置いたの。ちゅうことはね、これは持ち上がんねえの、これ。これ。いや、シャニムにあげるけどね、なぜこういうとこ置いたかっていうとね、これ上から水やるけど、今度はね、このポットのこの鉢のね、下からね、今度はここでは間に合わなくて、下に根っこ走るわけ。そうするとこれ普通よりもこうやって伸びるの。だってこのプラスチックのそのちょっとした厚さあるでしょ、うん、ある。それをね乗り越えていくんさ。本当は直に置いたらいいんだけどね、直に置くと後の仕事が大変なのね。こういうやつはね、これ今シャニムにこれね、こうやって引っ張って取るんだけど、これは下を切ればいいだけでね、これね普通のね、下がこう空間開けてポンと置いたの出ないんだけど、そうするとちょっと生育がね今一つなのわけさ。だからこんなに伸びるやつとこれ同じ ね、 ね、これ片っぽこんなんなんだよ。あでうまく伸びたやつはさ、すぐ取れるやつは、ね、すぐ取れるやつはこれね、まあ、これなりに根はあるんだよ、しっかり、あるけど、こう長いやつはもう下にくっついてるってことか。こうやってお、よいしょと言ったらいかいかい、こういうふうになってるわけさ。これ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 ミミズまでいるわ、うん、こうやってねわざわざこういうとこにちょっと置くんですよ、下の柔らかいとこに。そうするとね、あ、うん、あの水がね、うん、これはねここを移して、これミミズの糞だよこれ。あ、そう、こういうのがね土する、土を作るんだ。土作るの。これ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 この子、うん、この子、この子ミミズっていうの知ってるか、うん、みんな。これちょっと入ってなさい、これちょっとやす、はいごめんなさいよとこう入れとこう、こういうことなんだ。それでねこれ今これ取れたでしょ、だけどね隙間からザーッと出てるから根がこういうふうになってるわけね、うん、これはね、それが下の土に、これが下から栄養分取ってんの、うん、なんせ下の土はねこっから水やったやつでさ肥料とかみんな下に行くでしょ、それを求めて出るわけさこうやってね、うん、でこれがねあんまり出ちゃうと今度はね取るときに ね、 そうね、こっちの根がばっかり大きくてね、うん、こっちの根が小さくなってる、うん、ガオールでしょ切ったら。だからこのぐらいがちょうどいいわけさ。なるほど、ね、ここで切ってここにもちゃんと根あるから、でだこんだけ伸びたことになるからね、うん、でこれをパチッと切るでしょ。でこういう伸びたやつは伸びたやつでさ利用価値があるわけさ、これ曲げに強いからね、うん、これまた後でお見せしますけど、こういうこれ、おこれこれでも折れない、うん、こういうね、だからこう長くするのはね、それなりに意味があるわけ ね、 なるほどね。こういう風にして、うん、こう県外見たくしてもいいしね、うん、どんな曲げ方もできるわけ、うん、これ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 、そういう細くないとできないもん、ね、うん、細くないとできない。だから一回つけてしまえばね、うん、もう永久に癖ついてるからね、うん、ビューッと伸ばすとねすごく、うん、そういう仕事上こういう形作るのにねいい面白い形が作れるの、うん、という方法もあるんですよ、うん、でこれはこれでねこれ小さいけど、うん、これはミニでね、でやっぱりねこういうのと違ってね硬いの木が、うん、これでちょっと分かんないかもしれないけど今触って分かんだけどね、うん、これこの先のようにねこう柔らかく曲がんないの、うん、あ、なるほど、これ硬いんですよ。で結局ねスーッと伸びたやつは柔らかいからね、うん、そういう風にしてねその木の形によっていろいろね、うん、変えるわけ。でこれはこれでまた後でね、うん、針金かけていろんな形を作るんでね、うん、一つのこう大きくする方法としてはね、うん、こういう方法。なるほど、ミミズに頼ると、うーん、そういうこともあるんですよ。あ、こんな隙間あってもやっぱり根っこ伸びてくんだ。うん、なちょっとあっただけでも伸びるの。だからわざとね地べたにポトンとこれ全部置けばね、うん、全部の木が今こんなになってたわ。うん、だけどその今度はねもう取ってね、うん、作業するときに今度は強い根をバツバツ切るわけだから、うん、だからちょっと一服するんでね、あ、こういうふうにしてね何本かこうできてればさ、うん、それはそれで何か作ると、うん、低いのは低いのでまたミニに作ると、うん、そういういろんな面白みがあるんでね、こういう作り方もねいいんですよ。でそういうふうにひょろって長い方がやっぱり曲げやすいんだ。曲げやすい、曲げやすい。同じ年数たっても、そうそう、この短いの柔らかいも木が、うん、あ、それでね長いとさいろいろ面白いことできるでしょ、うん、さっき言ったようにさ、うん、こういう長い剣外もできるし、うん、くる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 っとね、うん、石に巻きつけてもいいんだよ、うん、
あの小さい石にくね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 って巻きつけてね、うん、石から葉っぱ出たように見せるってこともね、うん、長かったのまたいいね長所があるわけさ。短いのは短いんでまたね長所があるんですよ。これこういう短いのはね、これ下から出てないでしょ。こんなのはこんなんでね、なんぼでもこう曲げれるから、うん、そうすると小さい、それもうたくさんあったらこれをさ7、8本寄せて、なるほど、もみじ林作れるよ、これ、ね、そういうのも作ってこれから作るけどね。妙にあのあれだよ、あの細工しないでこういう風に小さくする時も、全部ちっちゃいのよこれ、うん、でねこれなんかさ、これなんかあの、まあ、たくさんあるからいろんなことをやりたいんだけど、ここで切っちゃうの、これでこうやって、あ、そう、こうやって置くの。そうしておくとこれちゃんと出ますから、また小さいのが。で、あくまでもこれはねもう3センチ以上大きくしないっていう方法があるわけ。で、うちのお客様にもね、あの小指の長さより大きい木は集めないっていう人もいるんだ。だからいつも小指立ててくる人いるんだよ、こうやって。これより小さいのないですかってね。だから3センチか4センチのね、こっからだよ、このぐらいのばっかり集めてる人いるの、こだわる人がいるの、うんうんうん、で、いつもね、こうやってくるわけ、小指を立てて、なんかいやらしいなと思ったらさこの小指が目安なんだって。小指より大きいのはね、場所がないから置けないんだって。これは何さ、こういう自然とちっちゃくなったの？そうでなくてね、これは挿し木で作ったんですけどね、うん、もう極力こんなね、2センチぐらいのを挿したの、うん、で、初めからこれ目的はね、小さくするつもりなの、うん、だからこれはね、今これを大きくしたらね、何も普通のと同じなんだからね、うん、個性的にするには今ここで切るんですよ、みんなこうやって。この出てきたやつ、かわいそうだけど、こういう感じに、うん、で要するにこれでもいいんだけど、うん、こういう風に作ってね、あまりにも極端に小さいのもみんな心配なんでね、うん、このぐらいにしておくと、ここからふわっとこうポコッと出るわけ。それやっぱ葉っぱもすごいちっちゃいでしょ、こんな薄されてくるのに。ああ、それはね、これはまだね、根がしっかりしてないから。ああ、そうかい。普通はね、うん、このぐらいの葉になるんです、これ、うん、こうやって。だけど長年持ってるうちに根がいっぱいになってくると、うん、いつもこんな葉っぱで出てくるよ。ちょっと 1,2 年はダメだ、ちょっとまだね、根がね、うん、これ自由にまだでゆったりとね、成長過程なんですよ、うん、これがいっぱいになってね、1年経つと根がいっぱいになるでしょ、うん、そうするとね、もう一種のやっぱりちょっとあれなんだよね、もう 根でいっぱいになって伸びきれないもんだから、葉も小さいの、うん、でそういう風にして作って、こう小さくね、うん、まあ、いわゆるちょっといじめてるのと同じだけどね、うん、そういう人間の好みに合わせてね、作る時あるんですよ、うん、これはね、これはあの私がですね、あの挿し木した木だから、この子たちにはちょっと悪いけど、俺の思うようにしてもらう俺は海の親だから。これかわいいでしょ、うん、こんなのもさ、こういう鉢に入れてこうちょこっとこう ね、いいでしょ、うん、白い鉢に入れたらさ、もみじですからね、これでもね、うんうん、だからさ、普通もみじったらわーっと大きいのを想像するでしょ、うん、こういう小さく作ることもできます。いや、こんなちっちゃい葉っぱあんだな。うん、それはやっぱりね、あのこういろいろ作ると生育状態によってね、うん、大きくなるやつと小さくしかできないやつとできるわけさ、うん、それをうまく見極めると、いつもこういう小さいのを葉にすることもできるんだ、うん、だけどね、すごく難しい、あの手間かかる、こう小さくしとくには。このぐらいの葉にしとくのが一番楽だね。よくもみじはこうついでこう双葉にこう分かれるから、うんうん、切ったらまた2つに分かれるの。そうだよ、ほんと切ったら2つに分かれるってね、うん、またから出てくるのさ。今こうやって切ったけど、こうやって切ったらね、うん、切ったらこんなも小さくて見えるかい。これ切ったでしょ、うん、したらこの木ここにこう2つあるでしょ、うん、
この間から出てくるのスーッと、そして双葉になってまた出てきて双葉になるの、それパチンと来たらまた脇から出て、そしてこうそのうちに2つに分かれてくんだ、こうやって、だからこれをパチンって切るとね、こことここから出てくるの。元気のいいやつは、元気の悪いのは1本しか出ないんだわ、それ元気よくなるとこれバチンと切るとこの両股から出てくるわけ。だからこれなんか分かるでしょ、両股から出てるでしょこれ、これここで切ったんだよ。そうするとこう2本に分かれるの。なるほど、なんとなく分かるでしょ、これここで切ったから両股出てるでしょ、でこれここで切ったらまた両股から出るわけ、で切らなかったらまっすぐスースースーといっちゃう、切れば両股から出て2本になる、なるほど、それをまた切れば今度は4本になる、でそれをまた切れば8本になるって、それだんだんこんもりしてくるわけです。そんな風にしてね、あの作って森みたくして作る方法もあるし、まあいろいろあるの。だからもみじはね、特にこの種類はね、あの融通が効く、あのタフだからね、あれだよ、あの少しぐらいのね、なんか 傷ついたってびくともしないよこれ。これね、あのパキンってね折れてしまって縁切れたらダメだけどね、皮一枚つながってれば生きてるの。それはねこの木はね、あのパキンってね音出してね曲げたこともあるはずだ、昔、確か。